プロ野球ドラフト会議が24日、行われる。阪神の過去10年のくじ引き成績、14年有原、外れ、山崎、外れ、15年高山、当たり、17年清宮、外れ、安田、外れ、馬場、当たり、18年藤原、外れ、辰巳、外れ、19年奥川、外れ、20年佐藤、当たり、21年小園、外れ、22年浅野、外れ。大山の年から1位は野手投手を交互に指名してるけど、野手は全員当たりなのに投手は全員微妙なんだよな。馬場は巨人行ってもパッとせず、西純も森木も請求難。西純と下村は来年期待したい。取る選手のタイプを変更したらまず失敗と思わなあかん。1位指名の選手はポジションとかタイプは変えずに取りに行ってほしい。来年の開幕カードは背番号21をつけた金丸夢斗が投げてる。ドラフト楽しみやね。2016年からは外しても痛かったなぁがほぼないわ。小園くらいか。高校生は未知数やから正直まだわからんね。今は泣き馬場もドライチだったもんな。最近のドラフトは成功と言って差し支えないから、普通に期待してるよ。改めて見たら散々な結果やが、和田も金本も矢野も最低一人はくじ当ててるんよね。果たして球児はどうなるかな。金丸行ってほしいが一本釣り狙いに行きそうで嫌やな。それをほんまにやりそうなのが阪神。神田井金丸夢と投手に5球団が指名重複し、抽選の結果阪神が交渉権を獲得しました。イメトレ完璧や。阪神は10年前からドラフト戦略しっかりして、近本くらいから一貫してるから普通に期待していい。阪神は結局誰を指名するんや。金丸も宗山も欲しいわ。今朝丸を一本釣りすると予想する。過去の関西スターは抽選引いてるし、金丸指名なら取ってくれそう。阪神は藤浪、高山、佐藤と4年に1回抽選勝つから、今年は引き当てるの期待してる。なお活躍率。抽選動向ちゃうよ。戦力変調するような指名せずブレンかったら問題ない。もう大山とか近本みたいな事件起きてほしくないから、みんな誰が来てもよろしくお願いしますの精神で見てほしいわ。